最後に出てくる7つのメッセージ全て集めました大変だったのがまあこれソロプレイじゃなくてみんなで協力して集めようだからその1つ出たやつすでに出たやつがまた出てくることもあるんですよなのでねまあ1周10分もかかるかかかんないか程度で終わるけども結構回ったわーで集めきった7つがこちらもうすでに出ているのもありますけども7つおさらいしていきましょうヒント1 リラックスルームにある4つの植木を左下、右上、左上、右下の順に調べようヒント2通路の途中にあるラーメンのどんぶりを10回調べようヒントちゃん。4人のディーラー全員に接触しようヒント4受付のテーブルをすべて調べようヒント5ガチャガチャ用コインを持っている状態でゴミ箱を調べよう ヒント6スロットルーム真ん中のスロットを調べると手に入るアイテム37を使用しようヒント7監禁ルームの手前の通路でスマホを使用しようその場所でのみスマホが使用可能一つ目ここの植木を左下右上左上の。 にたここを調べるとなぜか入っているラッキーセブンスリーセ3ンかラーメンのどんぶりを10回 五人の鎖ディーラー話しかけてととなるとここですかね <laughs> ゴミ箱だ開けてみようかな開けると同時にガチャガチャ用コインを投げつけようえいこの監禁ルームの手前にてスマホはそうだ 剣が刺さってる男にメッセージも送っておこう今から助けに行くよとこれでよしこれで運がマックスの7ここからでまだ確率ゲーだからな2本うんどっちかでよくなったのか これは、あっダメですねまた救えなかった確率二分の一になってからもう5回ぐらいに捨てるんだよな50%とはいえど低確率だからなおやっと止まったーやったー止まった止まったよー おお助かったー。マジギリギリだよ、アップねー。もう幾度となくお前、すくみずで死んでるけどな。<laughs> まあ、すくみずでなぜ死ぬかってあたりだけども。このゲームね、あの、作る MV 制だから、押しっぱなしとかでさ、イベントとか会話、一応高速化はできるけども、イベントスキップとかあるわけじゃないからね。まあ、一周10分ぐらいでは済むけども、さすがに何回もミスってると <laughs>、もう嫌ーってなるわ。あまりついてない私が、当たり引くとは思わなかった。ロッキー。 リー,ラーだなんだお前何をしているわっやばっ見つかっちゃったすく水で対処できるかおお暁の4戦士来ちゃった剣が刺さってる野郎の仲間が勝手なことしやがってだって鍵開いてたんだもんここ <laughs> ちょちょっとなんであなたたち検ンさ男のを監禁したのそいつは剣が刺さっていても生きている 俺たちの武器を刺しても生きてるのか試すのだ <laughs> 確かにこれはね検察男がねちょっと怪しいですよそんなひどいせめてみんなでボコボコにするくらいにしてあげてお前の方がひどいうるせえ邪魔をするならお前も俺らの武器の餌食になるだけだだけだどけうううデーピンチこれはもう健全にお手際でまだだまだやれるそこで諦めたら俺も困る <laughs> 確かにえあいやいや無理だって 連中ここぞとばかりに鎖をぶんぶん振り回し始めてるし <laughs> こっちも武器を使うんだ俺の剣を使ええ俺から剣を引っこ抜けよし下から引っこ抜こう <laughs> えその剣抜けるの抜けるかどうか分からんだが今なら抜ける気がする抜きどころだねむしろ今しかないって感じ、うん、よしわかったやってみようせーのそれじゃあいくよ せーの、よいしょドクれたダメだははあ、はあ、ダメだビクともしないよーしもう一回えい。ディーラーたち優しいな待ってくれてるええー、きついこれ無理だ抜ける気配みじもなし全然ダメだこれうん、ちょっとあなたたちも引っころくんの手伝っておおなぜ <laughs> なぜ賛同できる 分かった大きな株を思い出すな「うんとこしょう」「どっこいしょう」まだまだ剣は抜けませんよしそれじゃあせーのでいくよーせーのよいしょズンやった抜けたやった抜けた抜けたよ大丈夫血吹き出さないマジかよすげえ抜けた抜けるんだ知らんかったややったあやったな <laughs> 謎の <laughs> 達成感と <laughs> やったぜやったうおーなんか仲間意識生まれちゃったやったーこれで剣が刺さってる男は剣が刺さってた男になったんだああ俺は剣が刺さってた男ついさっきまで剣が刺さってたんだぜよしじゃあ私帰るねふう一見落着かなあ どうなったのそれ。ええー、<laughs> おめでとう救えたエンド。わあなんて素晴らしいエンディングだ。やったね <laughs> お、救えたから、救えなかったにはなってない。え、また救うことできんのもう二度と救いたくない <laughs>。いやー面白かったな。 まあ何回もね、ちょっと俺の運の悪さのせいで、周回しなくちゃいけないのあったけども、まあちょうどいい長さだね。うん。これある意味 RTA 向きなんじゃないか放送で RTA 対決とかが面白そうだよね。すでにもうクリアした人限定で、攻略法を分かった上で、いかにね、その、ミスをなくし、ミスというかあの、あれだね、ガバをなくし。<laughs> で、最後の2分の1。あそこでね、天に愛されるかどうかで、勝敗が決まるっていう。うん。ふ <laughs> ふまあ、気が向いたら誰かやってみてください。俺はもういいです。ということで、剣が刺さっている男を救えるのは一度だけ。救えました。おしまい。